大韓航空801便墜落事故は、1997年8月6日、現地時刻1時42分ごろ、アメリカ領グアムのグアム国際空港へ着陸侵入中の大韓航空801便が滑走路手前の丘陵地に墜落した航空事故である。乗員、乗客254人のうち228人が死亡した。 パイロットミスによるクフィット事故と考えられている。1990年代に撮影された事故機801便は韓国のソウルにある金浦国際空港発グアム国際空港行きのボーイング747の300型機定期旅客便で乗客237人と乗員17人が搭乗していた。金浦国際空港を20時53分に離陸し、 順調に飛行してグアムに向かった。なお、事故機の HL7468 は当日このフライトの前に香港、京都空港間を一応往復する運用についていた。801便に乗っていたのは操縦士2名、航空機関士1名、客室乗務員14名、乗客237名の合計254名である。 乗客のうち3人は2歳から12歳の子供で、3人は生後24ヶ月以内だった。残りの乗客のうち6人は大観光空従業員のデッドヘッドだった。機長は42歳で9000時間近い飛行経験を持ち、少し前には747型機で遭遇した低空でのエンジントラブルを無事切り抜けて表彰されていた。 機長は当初アラブ首長国連邦のドバイ業の便に乗る予定だったが、ドバイ便に乗務するには、事前の休養日数が不足したため、グアム便に振り替えられた。副操縦士は40歳で、飛行時間4000時間長、航空機関士は57歳で、飛行時間1万3000時間長のベテランだった。メディアを再生する801便降下状況の、 再現動画 KAL801 便墜落直後の ATC 更新機長が操縦を担当し、1時11分、高度4万1000フィートで水平飛行中に、副操縦士と航空機関士にアプローチと着陸についてブリーフィング、したが、内容は死人侵入手順のみで、景気侵入については省略された。1時13分ごろ、航空管制に、 高度2600フィートへの降下を要求して許可され、降下を開始した、あいにく、グアム上空は、大雨で指定が悪く、景気侵入を試みることになった。1時38分、左旋回しながら、高度2800フィートを下回ったところでフラップを、重度に展開し、06エルカス走路の延長線上に、機種を合わせて、 高度2600フィートで水平飛行に移った。この時 ILS のローカライザー信号を正しく受信し、さらにグライドスロープ信号も受信したと操縦クルーは認識した。直後に完成より滑走路 06L への着陸許可と、ともにグライドスロープは使用できない旨の通報を受けた。この日にグアム国際空港のグライドスロープが使用できない。 ことは1ヶ月ほど前から正式に通知済みであり、操縦クルーも離陸前から承知していた内容だった。メディアを再生する墜落直前64秒間の再現動画1時40分13秒、6リットル滑走道端から9回りの地点で高度2640フィートから再び降下を始めた。正しい手順では次のように階段上に、 高度を下げて着陸することになっていた。まず高度2000フィートまで降下したら、一旦水平飛行に移り、そのまま滑走道端からおよそ4.9回りにあるアウターマーカーに向かう。このアウターマーカー上空を通過したら、高度1440フィートへ降下して、再び水平飛行し、滑走道端から3.3回りにあるアンズ VOR へ向かう。 アンズ VOR を通過したら560フィートまで降下して滑走道端から0.5回りにあるミドルマーカーまで水平飛行する。ミドルマーカーの通過を確認してから最終降下に入り着陸する。ところが当該機は高度2000フィートで水平飛行に移らずそのまま降下を続け、さらには1440フィートを下回っても、 毎分1000フィート以上の降下率で降下を続けた。高度1200フィートほどの時点では、コックピットのワイパーが ON になっていたこと、および当時の天気図等から想像して、この時強い雨が降っており、滑走路は視認できていなかったと思われる。1時41分42秒、機上の地上接近警報装置が1000の音声コールを発した。 およそ20秒後の1時42分ちょうど頃には500の GPWS コールがなされた。続いて14秒後の1時42分14秒、ミンネマムズミンネマムズ、その3秒後にはシンクレートと音声で警告された。その直後に航空機関士が電波高度計の地表高度読み取り値である200をコール。 同時に副操縦士が侵入また行しましょうと進言したが、すぐには機長の反応がなかった。たまらず機関士がノットインサイト、同時に副操縦士もノットインサイト、ミスとアプローチをコールして機長の反応を促した。それでも機長が反応しなかったので、直後に機関士がゴーアラウンドをコール。ほぼ1秒後に、 ようやく機長もゴーアラウンドをコールし、同時にエンジン水力と待機速度は増加し始めたが、この段階になっても積極的に操縦管を引いて機種上げを行う操作はなされなかった。この時の高度は地表から100フィート程度、高化率は毎分1400フィート程度であり、すでに手遅れの状態だった。最終的には、 一周上げ三度の姿勢で滑走道端よりおよそ3.3回で手前のアンズ VOR 施設直近の標高660フィートの丘陵地ニミッツヒルに墜落した。事故機の残骸深夜で悪天候下の事故だったこと、墜落現場が米海軍用地内だったこと、管制官が事故に気づかず通報が遅れたこと、軍と消防の間の意思疎通が十分ではなかったこと、 消防車のブレーキが故障したことなどが複合して救助隊の到着に時間がかかった。最初の救助隊員が現場に到着したのは墜落の52分後である。救助隊の到着が早ければ死亡者のうちの何名かは救えた可能性がある。墜落で地上のパイプラインが破壊されて現場に通じる細い道を塞いでしまったため、 緊急車両は当初接近できなかった。墜落機の胴体は分解し、主翼の燃料タンクに残っていたジェット燃料に引火して火災を起こし、墜落から8時間経ってもまだ燃えていた。この事故現場で救出された中に、静岡県三島市在住の少女がいた。母親も当初生存していたが残骸に挟まれて動けず、少女を脱出させた後に消死した。 事故機のビブ事故機の残骸 NTSB による事故報告書では下記のように結論している。この事故の推定される原因は機長が他のコックピットクルーに対して適切なブリーフィングを行わずに非精密侵入によるアプローチを行ったことと副操縦士と航空機関士が機長の操縦を効果的に監視し確認することができなかったことである。これに寄与したのは 基調の疲労と大韓航空によるフライトクルーに対する不十分なトレーニングである。また、グアム国際空港の最低安全高度警報のシステムが FAA により事実上の運用停止状態にあり、適切な管理をせず長期間放置したことも事故原因に寄与したと結論した。着陸アプローチを開始する前にコックピット内で行われたブリーフィングの内容は、 死人侵入によるもののみであった。グアムにおいては、突然のスコール等による指定不良は容易に予期されるものであり、ILS 侵入を行うことが必要になった場合の対応についてもブリーフィングを行うべきであった。そして適切なブリーフィングが行われていれば、機長が決められた行動を下回って降下した際にも、副操縦士や機関士はそのことに気づいて、適切な助言や、 操縦の修正ができたかもしれない。最低安全高度警報とは、航空機が規定された最低高度を下回ったり、地上の障害物に接近した際、もしくはそれらが予測される状況に達した場合に、管制官に対して警報を発するシステムである。管制官はこの警報を受けて当該機に注意喚起等を行う。グアム国際空港 ATC にもこのマストシステムは、 備えられていたが、誤報が多い等の理由により、事故の数ヶ月前より、FAA の指示で、実質的には使用停止状態にあった。仮に、これが正常に動作していたなら、墜落のおよそ64秒前には、管制等に警報が発せられたであろう。そして管制官は、当該機に対して注意もしくは警報を与えることが、できた。 航路管制の管制官は、当該便に対して、アプローチの承認を発出した後、1時40分42秒に、飛行場タワー管制に引き継ぐように801便に対して通知したが、その後は別の業務があったとの理由で引き続き監視することをしなかったと証言した。だが、管制室内の録音記録には、当該管制官が何らかの業務を行っていたと思われる形跡はなかった。 管制官は、レーダー画面で当該機を引き続きモニターしていれば、機質のマソシステムによらずとも、その高度が異様に低いことに気がつくはずであり、墜落に先んじて警告を与えることが可能であった。当初は視認侵入を試みたにせよ、指定の悪い状態であれば、ステップダウン効果による景気侵入を行うべきであり、実際、 それをしようとはしていた会話が CVR 記録で確認されている。しかし、結果的には、機長は時期の位置を正しく把握できておらず、早すぎる効果を行い、ついには墜落に至った。あくまで仮説としてではあるが、滑走路と時期の相対距離の参照基準となる DME が実際には、グアム国際空港 06L 滑走路では、 滑走道端から3.3回りほど手前に設置されていたのに、機長はこれが空港内に設置されていると勘違いしたものと考えると実際に取った行動にとてもよく符号すると、自己報告書は機長が時期位置を誤って認識していた可能性を示唆している。今回の操縦クルーの訓練記録を調査すると、全員が DME が場内に設置された空港での訓練しか、 行っていなかったことも明らかとなった。また、大韓航空のシミュレーターには、DME からの距離を監視しながらのローカライザー、非精密侵入で、かつ DME が空港外にあるシナリオの設定は、なかった。DME が空港内に設置されていないことは稀では、あるが、グアム以外の空港でも見られることである。だが、もし事故調査委員会の仮説の通りであったなら、機長は、 アプローチチャートを正しく読み取ることすらもできなかったか、あるいは読み取ることはできたにせよそれを無視したと結論せざるを得なくなる。ただし、この仮説を裏付けるような会話は CVR には記録されていないため、GPWS によるミンネマムズのコールアウトがなされたとき、副操縦士は初めて侵入また行をしてはどうかと機長に対して呼びかけたが、 これが墜落の6秒前だった。その2秒後にはスラストが増加しているので、機長または副操縦士のいずれかがスロットル操作を行ったことになる。だが、最初に地表に接触するまで操縦管を引く操作は行われなかった。ミンネマムズのコールに対して、 直ちに、ゴーアラウンド操作を行えば、450フィート程度の余裕で地表の障害を避けることができた。また、副操重視がまた行操作を呼びかけた衝突6秒、前の段階でも、間を置かずに最善の操縦操作を行っていれば、かろうじて墜落は避けられたであろうと推定されている。当該機は運用されていないはずのグライドスロープ信号を受信し、 機長がそれに従ってアプローチを行ったために墜落に至ったとの論調が主として韓国内のマスコミで見られた。事故後、大海航空と韓国民間航空局は合同で自主的実験を行い何らかの妨害電波により景気内のグライドスロープ指針が影響を受けることを突き止めたとして新聞発表まで行った。妨害電波の発信源が 米軍基地であるというような陰謀を示唆する風評まで広まった。だが、自己報告書では、たとえ何らかの理由で景気パネル上のグライドスロープ指針が動作したとしても、その指針の横にオフのフラッグが継続的あるいは断続的に表示されていたはずであり、さらには機長及び副操縦士のパネルの上部にあるフマのグライドスロープバーにある、 グライドスロープをキャプチャーしたことを示すアナンシエータには何の表示もされていなかったであろうと推定した。いずれにしてもグライドスロープ指針表示には少なくとも何らかの通常通りではない動作が見られたはずであり、ましてや運用停止中であると完成から告げられているのだから指針に動きがあったとしても無視すべき、または無視しなくてはならない。 事故直前に着陸した別の航空機の機長も何らかのグライドスロープ信号を受信し、景気内の指針がセンターを指した証言している。だが、無効である旨通知されていたので一切無視して着陸を行っていた。生存者の一乗客の多くは休暇や新婚旅行でグアムに向かっていた乗員17人と、 乗客237人の合計254人のうち乗客209人と乗員14人の合計223人が墜落現場で死亡した。救出された31人のうち2人は病院への搬送中に死亡し、病院でさらに3人が死亡した。乗客23人と客室乗務員3人は重傷を負いつつ生き延びた。 生存者のうち16名は火傷を負っていた。生存者26名は当初タム人のグアム記念病院とアガニアハイツの米海軍病院で手当てを受けた。このうちの4人はその後米国テキサス州サンアントニオの米陸軍やけどセンターに移送され、8人はソウルの大学病院に移送された。韓国の国会議員を4期務め。 新政治国民会議で養殖を務めた、新はじめ夏は妻と党員20人と共に乗り合わせていた。新夫妻はこの事故で死亡した。韓国の男性声優のジャンセジュがこの事故で妻と共に命を落としている。このため、トイストーリーシリーズのウッディの韓国語吹き替えが第2作目以降からキムスンジュンが担当することになる。 1997年8月13日、ソウルに送還するためグアムの空港に1 2体の遺体が運ばれたが、知事の補佐官、クリフォード・グズマンによると、そのうち2体は死体安置所に戻された。10体中1体は取り違えが判明し、離陸前に入れ替えられた。ソウルに運ばれた10体中7体は、乗客で3体は、女性客室乗務員である。同日、 NTSB の家族担当者、マシュー・ファーマンは、同時点で46体の身元が判明していると述べた。ありがとうございます。